どうもこんばんは、エッグヤザーです。ということで始まりました、エッグヤザーラジオ365、本日110回目なんですけども、昨日に引き続き、本日も、ズームを使って、いろんな人たちと話していこうという回を今回もやりたいと思うんですけども、なんと今回、日本ではありません。出てくれるゲスト2人いるんですけど、2人とも日本に住んでおりません。ベトナムとタイ、そんなお二人をお呼びして、始めていきたいと思います。それでは行きましょう。エッグヤザーのラジオ365。ということで、始まりましたけども、本日のゲストをお呼びしたいと思います。あっぱれ小泉さんとダブルウィッシュの中川さんです。どうぞー。しんちゃお、ベトナム住みます芸人、ダブルウィッシュ中川です。どうも、久しぶりでーす。いいーす。こんにちは。てか、まず、中川さんは別に変わってないですけど、うん。小泉さん、なんすか、その見た目。いや、別に特に変わってないですよ、そんな。スキンヘッドで、はい、ヒゲも生えてなかったはずが、なんか金髪になってんすか？もうなんか、人前に出ることも当分ないし、もう。はい。いいかなと思って、やったことないことをチャレンジしようと思った結果、こうなりました。マジでこれ、東南アジアにいるやばい人ですよ、日本人の。いや、全然やばくはないでしょ、全然。日本に入れなくなった人じゃないですか。沈没組じゃないからね、沈没とかじゃなくて、日本に入れなくなった人です。逃げてきたわけじゃないんで、僕らアジア住みます。いや、中川さんは別に、中川さんもでも髪今ちょんまげみたいに縛ってるんですか？今縛っ、いつも下ろしてんだけど、はい、もうね、やっぱ美容室とかも閉まっちゃってて。ああ、そうですね。アトリエファイン閉まってますね。ああ、そうそうそう。今は15日ぐらい閉まってんのかな。はいはい、あ、そうそうそう。そっか。ベトナムで待ってんのね、今。もうそうですね。タイはどうなんですか、タイは。タイはね、22時から朝4時まで外出禁止から、はい、はいはいはい。出たらすぐ捕まっちゃうのよ、今。なんか懲役2年でしたっけ、禁錮。2年と、あと4万バーツの罰金ね。日本円で12万円が15万ぐらい。どっちか選ぶんですよね。いや、両方食らうって話も聞いたけど、はい。まあ、ごねたら完全にもうぶち込まれるっすから、なんか。あれ？あとはもう、昨日かな、おとといかな、アルコールをもう、飲んじゃいけませんってなってる今。今中川さん、ごねたらの後も聞こえてました？聞こえてた、聞こえてた、俺は。じゃあ俺の責任だ、俺の Wi-Fi がおかしいんだ。ちゃんと今喋ったはずだけど。はい、小泉さん、中川さんには聞こえてたんですよね。俺は聞こえてた、聞こえてた。いや Wi-Fi さっき直したのに僕のが悪いんですね。ねえ、だって、はい、中川さんは問題ないもんね、全然。はい、2人でやりますか？いや、おかしいだろ、そうしたら。だからこれが大変ですね、あのネット使ってやるやつは。そうね。はい、ということで、あの仕切り直してもう一度あの始めたいと思うんですけども、ありがとう。本日は、タイ住みます芸人、あっぱれ小泉さんと、ベトナム住みます芸人の WBC 中川さんをお招きして、やっております。今2人がどんな話をしてたか分かんないんですけども、はい、それももしかしたらあの後で録画したやつを見て使うかもしれませんので。あ、ちょっとやめてもらっていいかな。うん、使えないやつだ、使えない話だ。そういう話だ。ちょうど使えない話だからやめてもらっていいですか。で、小泉さん、そのなんか、なんていうんですか、日本に入れなくなったスタイルはいつまで続けるんですか？いやいや、そんなスタイル突き通してねえよ、俺。金髪どうやってやったんですか？コンビニで買ったやつでやったんですか？いや、たまたま余ってる人がいたから、はい、それを塗ってもらって、どうせまあ、人出ることもないから、はい、6年ぶりに染めてみようかなっていう感じです。へぇ、で、やっぱり、はい、あ、まあまあまあ、この間に本当に全然やってること、はい、みんなひげは伸ばしてるだろうから、俺髪伸ばしちゃおうと思って、ちょっと。ああ、いいっすね。だからしばらくはこの沈没スタイルでいくかもしれないです。で、沈没じゃないんですよ。沈没よりやばいんですよ。日本に入れなくなったやつなんですよ。いや、一応入れますから、日本は別に。ちゃんとその半袖シャツからちょっとあの入れ墨見えるタイプの見た目ですよ。なんか全然入れ墨ないから俺全然。いや、入れ墨ゴキブリがついてますよ、ゴキブリが。お風呂だよ、ゴキブリじゃねえ。
ないですよ。とりあえず、タイとベトナムの話をちょっと聞きたいんですけど、うん、タイはまあ外出禁止令が正式に出てるじゃないですか。出てます、うん、だからその時間はもう出ちゃダメじゃないですか。だからもう本当に出たら完全、今ね、はい、もうずっと夜中の間はもう、はい、警察官の人がずっとバイク乗って走り回ってて、はい、でちょっと外国人のタイ人とか日本人じゃない人が破っちゃったらしくて、はい、それで捕まってるから今強化されてて、さらに今、なんかプーケットとかでは捕まってましたよね、外国人が。プーケットも終わったし、日本人にすごい大人気のパタヤっていうね、はい、あ、はいはい、東京とあれで行ったら、東京から行ったら熱海みたいなとこあるんだけど、海があって、はいはいはい、あってもうそこは24時間完全ロックダウンしてて、そこは飲食店もやっちゃダメだし、外に出ちゃダメだから、もうずっとな、はい、本当にスーパーマーケットもやってないんですか。もうやってないみたい。じゃあ食事どうするんですか。食事わかんない。だからそれか一人だけ家族の中一人だけ買いに行くみたいなとかするから、はい、あ、はい、あ、じゃあスーパーとかはやってんですかね。一応やってて、でもなんか許可がいるみたい、いちいち名前書いたりとかして、なんかへえ、きついなぁ。もうそんだけ徹底してるから、はい、ここ1間そのコロナ感染者の方が100人してたんだけど、はい、今日かな、今日発表されたのは、はい、もう34人ぐらいに減った、急に。おお、すごいすごいすごい。もしかしたら、日本とかよりもタイの方が先に収束する可能性があること、はい、いや、そうですね、多分。ベトナムも多分厳しくなってますもんね、出歩いちゃいけない系が。そうね、4月1日から15日までが一応社会隔離宣言みたいなして、はい、でそれでそのお店と飲食店とかも全部閉めなきゃいけなくなって、はい、デリバリーのみみたいな、はい、空いてるところって言ったら銀行空いてた、病院空いてた、はい、スーパー空いてた、コンビニ空いてたぐらいですね、はい、あとはもう全部閉まって、厳しいな。外に出るのは別に一応自由は自由なんですか。一応自由だけど、マスクして出ないと罰金だね、はいはい、あれ、40万ドンでしたっけ。いや、1000円ぐらい、20万ドンぐらい。20万ドンか。うん、1000円、お金取られますよ。厳しい。マスクして公共の場には出なきゃいけないまあだからほぼほぼ外はマスクして、はい、出かけましょうみたいな、はい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 、感じですね。多分、はい、あ、ごめん、感染者数はどんな感じなの、ベトナムは。250ぐらいですかね。全然少ないですよ。250? そんな少ないんですか、うん、少ない少ない。で、少な。なんだったらもう100何人は寛解してるから。はい。だからもう、結構ベトナム早いうちから中国からの旅行客とかストップさせてるんですよ。その水際対策として。やってましたね。手と旧正月明けぐらいから、はいはい、すぐやり始めたんで、はい、そこで多分止めれてるから、あんまりこう、オーバーシュートしてないんですよね。なるほど、はい、タイも早かったですか。日本よりも早かったですよね。タイも早いし、基本的には外出しちゃいけませんって感じで、飲食店も全部開けないし、はい、はいはいはい、テイクアウトのみになって徹底してるからね、完全に。潰れてるとことかあります。まだないんだけど、一応4月の30日までそういう感じになるんだけど、はいはい、それが伸びたらちょっと保証もないし、飲食店潰れちゃっても出てきちゃうかもしれない、はい、もしかしたら。出るだろうな。いや、もう日系飲食店、うち潰れたとこありますよ、やっぱ。もうマジですか。いや、全然もう、やっぱ潰れたっていうか、もう撤退しますみたいな。僕も知ってるようなとこっすか。知ってるかな、知ってたかな。あ、いや、わかんない。行ったことは、連れてったことはないと思うけど。そう。でも、そういうお店も出てきて、まあ、ベトナム系の方がもちろん被害は大きいんで、ベトナム系の方がかなり潰れてってますね。あ、やっぱそうなんだ。はい。ほんとテイクアウトだけだもんね、うちらは。そうですね。そのデリバリーでかなりこうやりきれてるお店じゃないと、はいはい、利益出ないですからね。で、デリバリーでいくら売れてもやっぱりそんなに儲かんないみたいね、やっぱね。みたいですね。あ、そうなんですか。でもまだいいのが、日本はデリバリーの文化がないじゃないですか、ほとんど。そうね。普通のお店では宅配ピザとかはありますけど、うん、ピザぐらいですよね、宅配がメインでちゃんとやれるところって。確かにね。そうだな。あとそばとかラーメンだもんな、あとは。だって、うん、そうですね。だからそばとかラーメンも
今時だってそばもラーメンも寿司も取らないじゃないですか普通。そうね、そうなのか。食べに行く方が多分多いとは思います。そうですよね、取るよりは。でもタイとかベトナムは結構デリバリーしますもんね。うん、デリバリーするし、その、うん、なんだったらさ、デリバリーとかやってないところでもお店行って持ち帰りますって言ったら、はい、結構包装ちゃんと用意してるお店とか多いじゃん。ベトナムとかってその、はい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 、持って帰れるのよ簡単に。だから、はいはいはい、多分そういうのもあって移行したしやすかったベトナム系のお店とかは多いのかなっては思うけどね。それもありますね。うん、あの持ち帰り文化強いですもんね東南アジア。そう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 、持ち帰れるからね簡単に。小泉さんは飯デリバリーとかしてんすか？私はほぼ自炊ですね今ね。結構買い出しには行けるから。あれまたちょっと小泉さん喋ると止まっちゃうんすけど俺。いや昨日もそうだ今俺もう Wi-Fi 切りました。 4G でやります。 4G でやります。俺が喋るとしたら急に Wi-Fi ロックダウンするんだよ。参ったよ、本当に。今そんな冗談言えるやついないっすよ、芸人で。Wi-Fi ロックダウン。日本の芸人、マジで今そういうこと言わないですからね。そうなの？はい。もうみんなやっぱり、みんなやっぱりピリピリしてますよ。ピリピリしてもしょうがないんだからさ。いや、そうなんですよね、結局。そう。もう結局だから、はい。あ、ごめんなさい。ワクチンもないから。あ、ワクチンもない。あ、これ。結局だから、これはもう、やることはやる。その、自粛するとかはやるけど、うん、もうなるようにしかならないと思うしかないっすよね。そうそうそう。最近やっとその気持ちになってきましたけど。いや、仕事ないのはみんな一緒だからね。その中で、なんか楽しくやっていかないといけないから。うん、はい、いや、そうっすね。小泉さんもなんかスターウォーズなしになっちゃったんですよね。スターウォーズ？あれ違いましたっけ？スターウォーズの。いや、ハリウッド映画は撮ったけど、はい、スターウォーズじゃねえ。はい、ハリウッド映画なんですね。すごい。スターウォーズは言わないよ、別に。それ、言っちゃいけないやつだから、絶対。スターウォーズ出るって言ってたじゃないですか。言っちゃダメなやつですか、これ。いや、それ俺じゃねえよ、スターウォーズ出るよって。なんでエッグに電話して、スターウォーズ出るんだ、俺。違う人かな。違うよ。すげえな、身近にスターウォーズ出るやついんの。いや、映画とかは撮ったけど、はい、まあ、当分配信されないと思うよ、CM とかも。いや、そうっすよ。だって、ウォーキングデッドが、うん、この間3月の終わりぐらいに最終回だったんですよ。そのシリーズの。その、また新しいシーズンがあるんですけど、そのシーズンの、確か16話が最終回なのに、16話が年末まで延期ですよ。多分撮り終わっ、そうですね、ゾンビの。撮り終わってはいると思うんですけど、うん、多分CG とかいっぱいやるじゃないですか。ああ。そういうのでもう無理だってことなんじゃないですかね。家でできないのかなと思いますけど。家でできねえだろ。いやいや、なんかその、編集とかだったら家でもできそうじゃないですか。いや、あんだけでかいドラマだったら、いろんな人が集まっても多分やるから。やるんすかね。絶対。なんか地獄ですよね。ほぼ1年待ちですよ、最終回まで。本当の地獄だな、もう。はい、ベトナムもさ、テレビ撮影とかも今もうストップして、はい、はい、3人以上集まっちゃダメなのよ、4月1日から15日まで。はい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 、はい、3人以上は、2人まではいい。あ、そういうことですね、うん、2人まで OK っていう。はいはいはい、そうそうそう。コンビとかトリオはセーフだけど、カルテットアウトじゃん、完全に。ああ、そうですね。あ、もうアウトだし、うん、もうテレビ撮影なんてね、もっといっぱい来る、うん、いるから、ね、もう確実にもう無理ですね。今、カルテットの芸人なんかいないじゃないですか、小泉さん。いや、玉川カルテットさんとかいるじゃん、だって。誰ですか？玉川カルテット、いるでしょ、みんな有名な。いや、ボル塾がいるやろ、ボル塾。いや、ボル塾は今3人じゃないですか、結局、1人いないから。いや、だから、それって大変だなと思って、だから、誰ですか、玉川カルテットって。すぐ調べてみな、すぐ出てくるから、玉川カルテットさん。どこの芸人ですか？いや、どこか事務所とか入ってないもしかしたら。いや、そんな知るわけないじゃないですか。そんな言うねん、師匠クラスを。あ、師匠クラスなんですか？めちゃめちゃ有名だよ。俺、師匠クラスで、師匠クラスでカルテットがいるんですか？そう、玉川カルテット、すぐ調べてみるところは。それ、ちょっと早すぎましたよ、出てくるの。大好きだったんだから。だから、吉本から連絡来ました？
あ、来た来た。あの、もうコンビでも集まって撮らないでって日本で。そう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 。そう。一応海外のそういう芸人も同じように言われてる。イレちゃんとは、イレちゃんとは全然会ってないの？会ってないですよ、だから。僕、なんだったら4月1日からその社会隔離始まったんですけど、その11日前から僕のマンションロックダウンされてるんで。はい、あ、そうだそうだ。僕さらにだから会えてないんですよ、だからもう。濃厚接触者がいたっていうだけでマンション出れなくなったんですよね。そう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 。陽性がいたわけじゃないんですよね。そう。その人は PCR 検査されて陰性だったのよ。はいはいはい。陰性なのにロックダウンされて、さらに俺のマンション全員調べられて。はい。だから僕はもう完全にコロナじゃないってもう分かりました。あ、じゃあ、初の PCR 芸人じゃないですか？PCR 芸人だよ、PCR 芸人。本当だ。あ、初じゃないか。初じゃないか。黒沢さんはもう、黒沢さんはなっちゃってんだ。そうだ。そうだそうだ。でもその PCR 検査ってさ、その、あの鼻に綿棒突っ込むやつが、あれが PCR 検査なのらしいですよ。あ、じゃあまあされました。あの鼻に、で、インフルエンザ検査みたいな。はい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 。そうそうそう。いたんだ。え、というか今思い出したんですけど、うん。アジア住みます芸人帰ってきてもいいよってなりましたよね、日本に。あ、なったよなったなった。なんか今飛行機めちゃくちゃ高いじゃないですか。うん。10万超えとかじゃないですか。うん。うん、20万。20万タイ。そう。それでも帰ってきていいって言われて、うん、帰ってる人いるじゃないですか。あ、帰ってるやついるね。ミャンマー住みます芸人だと。そう、遠藤とマリさんとか帰ったね。あと、うん、安倍さんも帰ってるし。うん。え、2人も来たんですか、それ帰ってもいいよって。あ、全然連絡来たよ。帰ってもいい。あ、でも帰んなかったんですか。うん。お、帰んなかったよ。なんでですか。いや、多分、中川ちゃんも一緒の気持ちだと思うけど。はい。うちらタイ住みます芸人、ベトナム住みます芸人って言ってるから、はい、こういう事態でなったから日本にちょっと帰るのが違うかなと思って。かっこいい感じじゃない。だって、いや、俺は違いますよ、俺は違いますよ。なんか、はい、違う。なんですか、なんですか。ベトナムが好きだからです。いや、いや一緒じゃないですか、ほとんどほとんど一緒じゃないですか。いや、なんか俺家族が子供と奥さんいるからそっちに移しちゃやだとか、そういう理由かと思ったのに、今言ってる理由一緒ですよ。いや、でもさ、でもさ、本当にそのベトナムが好きとかもそうだけど、はい、その、はい、一回日本帰っちゃうとベトナムに帰ってこれない可能性がある、はい、あ、そう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 、それもありますね。あの、日本の方がもう世界的には危ないと言われてるから、はい、はい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 。その、言ったらベトナム側は日本みたいな国を完全にロックダウンしてるから、はい、はい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 。だからもう入れない、もうほんとなるで半年ぐらい入れなくなるんじゃないかっていうのを、ます、ね、うん、思ってるから、やっぱ一回出たくないなっていうのはある。はい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 。いや、それがだからやっぱ馴染んでるって証拠ですよね、その国にちゃんと、まあね、だから帰っちゃった安倍さんとか遠藤さんとかマリさんはやっぱまだミャンマー短いじゃないですか、多分1年ぐらい経ちましたっけ。1年ぐらいもう経ったな、うん、1年経った時ぐらいってやっぱ帰りたい気持ちあるじゃないですか、多分。あるよ、気持ちは。すごい。ちょうど1年ぐらいです、まあね、うん。僕も世界一周したとき、1年経ったときが節目かなとも思ったんで、あ、もうちょっといましたけど、1年半ぐらいいましたけど。でも俺もちょっとなんか弁護するなら、はい、多分ね、ミャンマーでもしロックダウンみたいな感じになったら、はい、ご飯とかがもっと大変だと思うんだよね。そうですね。うん、ベトナム、タイはまだそのデリバリーとか、はいはい、本職とかがあったりとか、はいはい、それでこう、ね、整ってるけど、ミャンマーでそれやられたら、はい、多分かなり生活きついだろうなっていう。でそれはしょうがない、はい、ミャンマー、2人ミャンマー行ったことないんですよね。ないよ。ミャンマー、あの発展途上国すぎて、うん、あんだけボロいとかいろんなものがダメ、まだダメじゃないですか、うん、未発達じゃないですか、うん、でも物価高いんですよ、ちょっと。あだからタイとかベトナムで2000円払えばいいホテル泊まれるじゃないですか。あ、全然、そうだね、そうね、全然嫌じゃないとこ泊まれる。全然嫌じゃないとこ泊まれる。日本の、まあ綺麗じゃないけどビジネスホテルぐらい泊まれるじゃないですか、うんうん、ミャンマーとかラオス行くと2000円払っても、うん、ちょっとゲストハウスに近いようなレベルだったりするんですよね。感じなんだ。はい。ただあのやっぱ発展途上国のいいところは酒とタバコがめちゃくちゃ安いっていう。あ、やっぱそれじゃ生活できないもんな。そうっすね。食べ物とかも高いし、全部輸入なんですよね。うーん、あのラオスもミャンマーもタイから輸入したりしてるんで、
ね、自分で作ってないんで高いんですよ。ミャンマーから買い出し来るもんな、タイに。行きますよね。日本人とかでも やる人いますよね、ミャンマーで駐在の人とかでタイに買い物来るって。いるいる、めちゃめちゃ。いやだからそう考えるとミャンマーとか一番あのなんか金使わなそうだけど一番きついんだろうっていう。そうね、一番きついんだろうねやっぱね。やってんもあるしね、うん、マリちゃんなんか特に家に強盗入られたもんね。あー、まあ、知らない、これ聞いてない。知らない、怖さもあるんでしょうかね。まあ一軒家みたいならしいんだけど、強盗入られて、円以外全部取られて。やられちゃったんすか。で、円以外全部取られて、そんだけで済んでよかったけど、その次の日に近所の人がその強盗に刺されたらしいの。だから、マリちゃんは2階寝てて、1階に入ったんだけど、それでもし起きちゃって物音に気づいて、1階したらマリちゃんもやられてたから、いや、ほんと危ねえな、それって言って、ほんとに。それを聞いたらやっぱ帰るのもいい選択だなと思うよね。そうですね。いやそうですね、今は今ちょっとだってタイとかも治安悪くなってるって言いますもんね。そうなんだよね。だからそれがあるからさ、日本の感覚と違うから、はい、いい判断だと思うよ。だから帰ったのは多分確かに。ベトナムもなんか、はい、その久々なんかちょっとこう大きい事件というか拳銃強盗みたいな事件がちょうど1週間前ぐらいにあって、はい、ホーチミン市内で。だからやっぱそういう人増えてくるよみたいな注意喚起はそのベトナム人の友達から言われて。ああ、そう。だからまあ、ね、どうしてもこう貧困層が被害を受けますからね、こういうロックダウンとかしたら。そうっすよね。うん、失うもんない人たちって言ったら悪い言い方悪いですけど、犯罪に近いところにいる人たちの可能性ありますもんね。うん、やるしかないもんだってね。そうっすね。で小泉さんもそういうのに狙われないようにそういう髪型にしてひげ生やしたんですか。違う、趣味。趣味。いやでもちょっとあのいかついゲイの人にも見えるんですよね。やっぱ良くないかなと思ってね、ちょっと。はい。だから多分狙われないんじゃないですか、小泉さん。逆に。うん、そうかもしれない。歩き方もプロレスラーみたいだしなんか。いや、がたいのいいお姉が一番怖いっすよ。いや、ほんと怖いんだ、あいつら、ほんとに。スレイウィーに武器持ってっからさ、あの人たち、はい、でもお姉もみんな今田舎帰ってたからさ。あ、そうなんですね。遺産帰っちゃったんですか。みんな帰っちゃってる、もう田舎に。うん、みんな田舎に帰ってるって、そういう人たち。ベトナムもそう。さっきのあのベトナムもそうですね。ミャンマー、ラオスはタバコと酒が安いって言ったじゃないですか。うん、だベトナムも酒とタバコは安いんですよ。あ、そうね、酒とタバコ安いね、うん、同じぐらい安いんですけど、でもベトナムもう1、2ランク、3ランクぐらい発展してるじゃないですか。うん、まあそうね。だから食べ物とかいろんなものは安くて、ベトナムがだから一番安定してる意味では一番全部が安いんですけど、うん、あのミャンマーで今一人だけあのおきるくん残ってるんですよ。おきるくんの、あ、そうかそうか、他は帰って、そうか、アーキーはまだね、別だけど、アーキーさんは残ってますけど、うん、アーキーさんはあっちでちゃんとした仕事もあるんで。そうね、そうね。だから残ってもいいんですけど、うん、おきるくん、昨日俺電話したんですよ。どうなってんだろうと思って。そ、うん、したら、今日から一人だっつってて、うん、あ、おとといから電話したの。そ、うん、したら、さっきマリさんと、遠藤帰ったっつって、うん、なんで帰んないんすかっつったら、うん、いやもう行く場所ねえじゃんっつって。帰る場所がないの彼。いや、鹿児島かどっかに実家ですよね。あ、宮崎だね。宮崎か、うん。いや、そんなとこまで帰んのもな、みたいな。いや、実家だろ、そんなとこって言ってるけど。でも一回、あれなんですよ、一回隔離されなきゃいけないんだよね、海外から入った人って。あ、2週間、2週間、そうなんですよ。で、さらにその、自宅で隔離も OK なんですけど、自宅隔離されてたら、はい、家族に移す可能性あるじゃないですか、言ったら自分がちょっと、はい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 、持ってたら。だから、それ怖いですよね。僕もそれは、嫁の実家に行けないんですよね、そう考えると。その、怖いですよね、老人もいる。そう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 。お父さんお母さんもう60超えてるし、はいはいはい、だからもうどうすることもできないですよね。僕も帰ったところでどこにもこう行けないというか。なんか遠藤さんはあれらしいんですよ、検査受けたいっぽいんですけど、うん、空港着いてもミャンマーは、うん、あの対象じゃないんですよね。あ、だから検査も強制じゃなくて受けさせてもらえなかったみたいで、うん、で親父さん、あ、親父さんじゃねえや、お母さんかな、うん、車で迎えに来てもらったっつって、うんうん、それで空港から車で実家に帰って2週間一応あの外に出ないようにするっていうってことだもんね。らしいですね。公共交通機関使って帰ったらダメなんだよね、はい、だ今回
吉本が飛行機代を出すらしいじゃないですか。ああ、そうね。でもだから、はい、2週間のホテル隔離になっちゃった人がいたら、そのホテル代吉本出すのか問題っていうのを、確かにね。出すのかね。おきるくんと話してましたよ。で、例えば親がいなかったら、自分でハイヤー予約しなきゃいけないらしいんですよ。へぇー。前もって予約するらしいんですけど、ハイヤーを。だから、ハイヤーのお金は出してくれんのかとか、いろいろだから、分かんない。子供あれじゃないでも。どうなんですかね。で、しかも、例えば宮崎だったら、東京までしか飛行機出てないんで、そうね。東京から宮崎の飛行機は吉本が出すのかとか、俺、いろいろ聞いたんですよ、キル君に。したらもうそういうの聞けば聞くほど嫌な気持ちになるから聞かないみたいですよ。もう完全に本当に。いやーだから、まあそのなんか手間とか別にほら、はい、お金出してくれるから帰りたいとかじゃなくて、はい、なんか手間とか考えるとやっぱ嫌っすね。なんか帰り、そうですね、帰るのめんどくさいってなるわ。はい、だからいいですよ、一人だけ、うん、やっぱこんなに言い方ちょっとあれです、語弊があるかもしれないですけど、100年に一度とか50年に一度の大なんつうんですか、大惨事というか有事じゃないですか。うん、まあね。それでアジア住みますでそっちにいるなら、うん、まあ危険はダメですけど、うん、そっちでその状況を見とくことに価値はありますもんね。そうね。そういった方がいいよね、絶対。だって、はい、この大変な時に外国にいるっていうのは結構特殊なパターンだからさ。そうですよね。でしかも帰らないってことですもんね、みんな帰ってない、うん、そうだね。あれインドネシア組も多分ね何人か帰ったんじゃないかな。え、あ、マジですか。え、マジでなかったっけな、わかんないです。誰か帰ってたような気もします。アキラは帰んないですもんね、嫁いるから。うん、そっか、残ってるはずなんだけどな。あ、そうですか。ちょっと僕が勘違いしてるだけかもしれない、うん、どうだ、他もみんな帰ってないと思うんだよね。あ、フィリピン帰ってないですね。ね、でマレーも帰ってないし、ね、台湾は帰ってないですもんね。あ、台湾は、うん、台湾はだってもう安全ですもんね。もうそう、まあ台湾は帰れるしな、帰ることは。そうですね、いつでも。だ一番やっぱりミャンマーが住みます芸人のおきるくんがかわいそうですよ。あの人だから、かミャンマーのいいところって人があったかい、うん、タバコと酒が安いなんですけど、いや、まあ、全速持ちだからタバコも酒もやらないし、で今人とも会えないから何もいいことないんですよ、ミャンマーにいて。そうか、食べ物買って、あいつこの前聞いたら自分でなんかすごい安い小麦粉と水道の水を入れてうどん作ってる人になって、はい、やってましたね。めちゃくちゃのクソマジうどんを、はい、変なつゆで書き込んでうどんってなって言ってるらしいよ。で今めちゃくちゃ太ってたのに痩せたじゃないですか。痩せたね。あれで頑張って運動とかもして食べ物も炭水化物を抜いてたっぽいんですよ。なのにもう外に出れなくなるかもしれないとか店も閉まるかもしれないって言って、炭水化物しか家にないらしいんですよ。だからもう本当に食べたくないって言ってましたよ、物を。肉とか買いに行けなくなるっつって。もうこれ見てくれてるね、はい、ミャンマーの日本人の方やったらおきるくんちょっと助けてほしいね、ちょっと。確かに確かに。ただちょっとすみません、はい、住所行っちゃっていいんじゃない今日だから。オレンジストアの近くです。オレンジストアから歩いて、オレンジストアを出て左曲がって駐車場の方に左にまたくるっと曲がってまっすぐ行ったところの右側にある。本当に行っちゃったよ、マンションですね。それでわかるんかな、でもミャンマーに住んでる人はわかんのかな。いや、オレンジってのは有名な店なんで、だ何軒かある可能性ありますけど、イオン系ですね。それでわかる方はね、ちょっとおきりくんのために美味しい人、はい、やってください。ただ住みますの中でも一番ひねくれてるじゃないですか、おきりくんが。まあ確かにね、人付き合いあんま上手じゃない感じだもんね。だから多分日本人が良かれと思って何か持ってってあげてもなんか喜ばないで文句とか言っちゃいそうな気しますけどね。マジよとか言いそうだもんな。とかこれは俺ダイエットしてるんで食わないとか言いそうだもんな。前だよあの人本当に。まあじゃあそんな感じで、日本はとりあえず、うん、まあ、ニュースとかでも見てると思うんですけど、うん、まあ、今日びっくりしたのは、う
毎週だいたい日曜日に僕スーパー行くんですけど、うんうん、スーパー行ったらこの間まではあのスプレーがあるだけだったんですよ、アルコールの。それが今回からあのレジがもう店員さんの前にビニールシートが貼られて、で並ぶのもあのなんか線が引いてあって、1メートルぐらいかな、2メートルはさすがに取れないですけどスーパーなんで、1メートルぐらい空いてなってて、なんかちょっともう物々しい雰囲気で、もうスーパーもなんか怖いんだなっていうのを実感しちゃいましたね。いや、そう考えるとベトナムってその自主的にスーパー開けてるわ、はい、何メーターか。あ、やってるんですね。やっぱ、意識が高いわ、はい、コロナに対する。やっぱ怖く思ってると思う。はいはいはい。で、僕だから、店員さんに、僕いつも行くスーパーなんで、うん、まあ顔あっちは覚えてるか分かんないですけど、僕は覚えてたんで、うん、あ、いつもいる人だと思って、これこの間来た時はこんなんなってなかったですけど、いつからなったんですかって言ったんですよ、うん、そしたらすげえなんか複雑な顔されて、うん、若い人だったんですけど、うん、同い年かもっと若いぐらいの、うん、いやー、まあ水曜日ぐらいですかねってなんかちょっと嫌な顔で言われて、俺マスクしてるんですよちゃんと、うん、俺マジでマスクしてないと思った今。そうそう、だからマスクしてないからなんか嫌がられてんのかなって、もしかしてなんかダメなのかな喋っちゃうと思って、今こういう時期だから、で申し訳ないなと思ってそれ終わって、あの、うん、カゴを動かして袋詰めするじゃないですか自分で、それして帰ろうと思ったらさっきの店員さんがあのレジから出てきてて、なんか手袋とか交換して消毒してたんですよ、俺のせいなのと思って俺別にコロナ言われて、コロナ言われてたし、マスクしてたし俺のせいなのか、それとも定期的に時間が来たらそういうことをしろってなってんのか、30分に1回とか1時間に1回やれってなってんのかもしれないですけどね。差別されてんな、差別。めっちゃ差別されてんじゃん。あいつ、日本でも差別ってあるんだ。いや、日本でどうなんすかね、まだ聞いたことないですけど、でも、やっぱり日本にいて、僕は一応マスクしてるんですよ。うん、マスクだって1週間使い回してますからね。それはそれで危ないんじゃないの？いやもうどうしようもないんで、とりあえず残り25枚ぐらいなんですよ。あ、だから、いや買えないですね多分。まだあんまり見ないですね。で、僕ちょうど2月ぐらいにハニートラップの梅木さん分かりますか？ああ分かる分かる。がなんかマスクを3箱ぐらい買ったんですよ、なくなるかもしれないみたいな。で、それで1箱僕にくれたんですよ。うん、で、梅木さんも別に買い占めとか転売する用じゃなくて、うん、なんか念のため買っといたから誰か欲しい人あげますっつって僕にくれて、うん、で、その30枚を僕は大事に使おうと思って、うん、そっからだから5枚ぐらいしか減ってないんですもん、2月から。いやいやいや、だいぶそれは逆に危険だよ。危険だよ。でももう、うん、僕だから。ここにつくって言いますよね。ここにつくって。でもだから基本的にそんなに長い時間つけないんですよ。いや、時間の問題じゃないんですよ。まあでもだからなくなっちゃった時どうしようかと思って、布マスク、そう、布マスク選択した方がいいですよね。まだ届いてないんですよ、布マスク。あ、アベノマスクまだ届いてない。アベノマスク届いてないんですよ。来るんだろうね、あれ。このやつそろそろ届くみたいですけどね。来週ぐらいから発送じゃなかったでしたかね。はい。だから洗って、布マスクはすごい便利だからさ。はいはい。で、だから、差別っていうのはないですけど、僕もなんかでも、マスクしてない人とか見ると、うん、ちょっと、って思うし、あとそういうやつに限って多分、なくて、売ってなくてできないんじゃなくて、うん、もうあえてしてなさそうな感じなんですよ。見た目からして。だらしない感じで、それで、くしゃみとかめっちゃしてたりするんですよ。嫌い、ほんとそういう人。すごいね。だこの間僕ワークマンに行ったんですよ、ワークマン、うん、ワークマンに行って僕買ってたら、僕マスクしてるしみんなマスクしてるんですけど、うん、店員さんも一人なんかそういうガテン系のおっさんが入ってきて、うん、マスクしてないんですよ、うん、やっぱまあちょっと言い方悪いけどこういう人たちはあんまり意識そういうのしないんだろうなと思って、うん、でその人がめっちゃくしゃみし始めたんですよ、うわ、もうすげえ嫌な感じですよね。
そうね、僕も別に顔に出てたか、マスクしてるから顔に出ても分かんないかもしれないですけど、サングラスもしてたんで、だもしかしたらそういう感じでやっぱりみんな少しずつ差別というか心が狭くなってるというか、まあなあ、でもそれはない、狭くなってるとか、まあない、しょうがないですね、自分が悪いよね、このご時世でそれが、はい、はい、なんかなんとなくなんとなくピリピリしてますね。だ僕もムカついちゃって、そのワークマンでスプレーとかも売ってるじゃないですか、はい、だそのスプレー買ってそいつ の, あの軽トラにコロナって書いたんですよ。おめえが一番やべえやつだよ、そして本当ですよ、本当ですよ、本当なわけねえだろだとしたら人前出ちゃいけないやつだよまあじゃあそろそろちょっとコロナの話もあれなんで、どんぐらい喋ってんですかね、もう40分ぐらいあるじゃない。まあラグがあったとして10分喋ってなかった時間があったとして、ああまあ30分ぐらいですかね。こんな喋ってんのか、これもコロナのせいだな本当に。でもコロナ言い過ぎたらあれなんじゃない、収益化されないんじゃないの。それがもう大丈夫になったんですよ。え？そうよくわかんないんですけど、1ヶ月前ぐらいにコロナって一番流行り始めた頃に、多分コロナの悪い噂とかもいろいろ広まっちゃうじゃないですか。っていうので多分一律でコロナっていう言葉を、多分 YouTube がシャットアウトしたっぽかったんですよ。でも僕一昨日の動画で、昨日の動画かな、小池都知事とコロナについて喋ってみたいなヒカキンのやつ知ってます？ああ、見たなんか、それの僕パロディでパクってサムネイルを小池都知事と僕にして、こういうイヤホンして、小池都知事に俺も質問してみたいみたいなタイトルにしたんですよでこれ 100% 引っかかるだろうなと思ったら引っかかんなかったですあ、じゃあもう大丈夫、もうだから変に、なんていうんですか、買い占めろとかそういう言葉があったりとか、差別とか、例えばいい意味でも普通のニュースとしてもコロナ差別があるから気をつけてくださいみたいなタイトルでも差別とかついたら多分ダメかもしれないですけど、ああなるほどね、あとガセ情報でしょ、ガセ情報とかですね、まあそうね、がなければ大丈夫っぽいですよ。でもトラックにコロナって書いたってダメだろ絶対。でもそれ本当ですよ。ダメだったかそんなやつだから強く押してくるけど埼玉市のワークマンの軽トラにいや、やべえそんなこと言えねえよ、そんな立川店調子な情報いらねえよいや、うちの地元に売ってなかったんでわざわざ埼玉市まで行ったんですよ。いらねえやその話まあ、とりあえずじゃあそろそろ、はい、うん、あ、いや、ベトナムね、ガセ情報流したら、はい、罰金7万円ぐらいだよ。そうちょっとだから今回思うのは、まあ、あとそのタイのいいとこベトナムのいいとこ悪いとこみたいな話をしようと思うんですけど、うん、今回の件で分かるのはタイとかベトナムの方が、うんうん、多分政治的には日本から見たら良くないじゃないですか本来。まあ、そのどっちがいいかはまあ言えないけどね、まあ、それは難しいとこですけど、うん、なんか俺らが育っていた環境からするとね、はい、うん、なんか日本はちょっと自由だし、ね、まあ、ベトナムとかは一応社会主義だし、うん、タイとかもまあ王様がすごい絶対だったりとかいろいろ日本とは違ってちょっと堅苦しいとか、うん、なんか独裁みたいな匂いがちょっとしたりとか、うん、なんかそういうイメージもあるじゃないですか、まあね、日本人から見ると、うん、でも今回の件で分かったのはこういうなんか有事の時は強力な権力で、封じ込めたりとかも出るんじゃないとかできるじゃないですか。まあね、で日本は出ないでくださいじゃないですか、うん、だからそういう意味ではそういう、東南アジア系の方が僕はいいところも多いんじゃないかなってなんか思いましたね。で数字だけで見てたら現段階では、はい、現れてるからね、こっちの方がやっぱり対策正しかったんだ、ね、はい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 、だからそういう時はもう、まあ、権力を使ってでも本気で振っていった方がいいんじゃないかなと現段階で思ってると、はい、思いますね。こっちに強いリーダーシップみたいなものがある方がやっぱ統制は取れますよね。
絶対そう。だからドゥテルテみたいなのがいいですよね。ドゥテルテは射殺してるから な、あそこまで やるのはどうかとは思うけど、俺も程よい人がいい、もう少し。いや、程よい人なんていないんですよ、結局。僕らなんか程よいものをずっと求めてますけど、世の中に程よいなんかないんですよね、結局。程よい、程よい大統領いないのか、どっかに。多分いないんですよ。いないの、程よい大統領。だって、安倍さんも今、叩かれてるでしょ、あの動画でね。あの動画で。ああ、星野源のやつですよね。星野源の動画。いや、もうみんなピリピリしすぎなんだよ。みんなピリピリしすぎなんだろうね、ほんとね。国のトップを叩くっていうのも日本だけだよね、多分ね。どうなんすかね。叩かない。タイは絶対。タイじゃダメですもんね。そう、ダメだから。法律で決まってますもんね。法律でダメって言われてるし、ベトナムも多分ですね。ああ、ベトナムもそうですね。ベトナムも。あれ？はい。タイは王様は絶対ダメじゃないですか。不敬罪があるじゃないですか。ああ、軍事政権だから、はい、軍のプラ、プラユット、プラユット首相も叩いちゃダメなんですか。ダメダメダメ。あ、そんな正式になってるんだ。だから、日本ぐらいほど SNS ボロクソ言う人とかはほとんどいない。でも、なんか今、タイとかでも結構書く人増えてきてるらしいですね。まあ、でもやっぱりちょっと、若者はやっぱりさ、はい。まあ、おじさん、おばさん世代とか、おじいさん世代のタイ人の人は、はい、まあ、言ったらタイにずっといるから他の国を知らないままだけど、はいはい、今若い世代とかっていうのはやっぱ日本が好きで日本に行ってくれたりとかさ、はいはいはい、に行ったりしてるから知識があるのよ、ね、他の国のって、うん、あ、はい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 、それがあってやっぱ他の国のいいところを吸収しようとしてるから、はい、あのタイのやり方は古いっていう発想になっちゃってるのかもしれないだから、うん、もしかしたらそういうやつ嫌ですよね。なんでだから僕がタイとかベトナム行った時に、うん、僕も、まあ、タイ語はちょっと喋れるようになりましたけど基本的には、まあ、英語喋りますけど、そういうタイ人のくせにとかベトナム人のくせにって言い方悪いですけど、こっちはなんかせっかく俺がタイ語で喋ってんのになんか英語でペラペラペラって喋ってきて、まあ、あるあるだからな、それは、うん、それでこっちがちょっと英語喋ったらこっちより全然上手くてなんかバカにされることがあるんですよね、たまに。語尾上げるじゃん、タクシーとか、はいはい、それをやっぱりタクシーって言ったら、はい、ノーノーノータクシーってなんかこっちの英語が正しいぞみたいな感じで言われる。メヌーメヌーって言いますよね。メヌーメヌーメニューって言ったらうん、マイチャイメヌーって言われる。そうそう、なんか言われる、はいはいはい、全然違いますね。メヌーって言って。ベトナムはメニューのことなんて言います。ベトナムはメニューで通じるな。 その違いじゃないですね。そのあ、違うんだ。だからフェイスブックがペブになるみたいな。ああ。うん。落ちる感じじゃない。母音が落ちちゃうみたいな。ペブ、ペブ、ペブになる。おかしいなぁ。はい。タイは伸ばすけど、ベトナムはキュッてなる感じです、英語が。キュッてなるんだね。セブン、イレブンじゃないですか。はいはい、伸ばす感じになるみたいな。ペブンとか。ベトナムはもうキュッキュッキュッてなります、ね。タイで、タイの買って、モスキートってなんて英語で言います？タイは。僕のモスキートかな。なんか一回全然違ったんですよ。マンキー、マンキーみたいな言われて。そんな感じかもしんないな。何言ってんのって。セントラルワールドもタイ人に言わせるとセンタンワールドですね。はい、あ、センタンワールドって言いますね。センタンワールドだからね。あー。違うよな。あと、小泉さん。はい、タイジョーク見つけたんですけど。何ですか？タイのジョーク見つけたんですよ、新しい。おう。タイ人からテレビ電話とかたまにかかってくるじゃないですか。はい。その時すごい寒そうにして服をこうやって着て、うん、こういうふうにしてゲホゲホゲホってやるとめっちゃウケますよ、今。コロナコロナって言ってめっちゃウケますよ。いや、ちょっとコロナって言いたいとかあるからね、本当に。だって俺それやってないのに電話出た瞬間にコロナコロナって言われましたもん。だからコロナがちょっと始まったくらいで、はい、今こんな深刻化してない時にタケトさんが仕事いらっしゃって、はい、マッサージ屋さん一緒に行ってさ、はい、タケトさんが Wi-Fi 繋がんないから店員さんに、はい、これ Wi-Fi 飛んでませんかって言ったら、いや Wi-Fi 飛んでないけどコロナは飛んでるよみたいな言ってたもん。おー、なんかトンチが効いてますね。社会風刺も効いてる。いいジョーク。風刺が効いてるじゃないですか。でも今となってはシャレなんないからさ、ちょっと。その時はまだみんな、わー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 って言っちゃったけど。はいはいはい。だからそういう感じ。はい。
とりあえずじゃあちょっとあの流れがあれですけど、そろそろタイとベトナムのいいとこ悪いとこをちょっと、もうそれよくないもう、やめますか、もうやり飽きま、やり飽きましたよね、もうだってやり飽きましたよね、めちゃめちゃ話してるだってもうそんないる、まあ一応だからそういうことになっちゃうかもしれないからと思って一応僕は台本書いておいたんです。ありがとうございます。絶対に多分伸びちゃってぐちゃぐちゃになるだろうなと思ってたから途中で思い出すためにも書いておいたけどもう無理ですね。いや、何でもいいですよこっちは全然。で僕はタイもベトナムもどっちも行きまくってるじゃないですか。そうね。で行ったら毎回1ヶ月2ヶ月とかいるんで、うん、まあどっちのこともわりかし分かってるんですけど、うん、じゃあここがいいぞっていうのを最後にちょっとやりますか。ああ、ぜひじゃあ、うん、いや僕が言うじゃないですよ。そうなるとさ、はい、いや分かるよ。そうなるとこう、はい、タイと日本よりもいいところを俺は言わなきゃいけないってなるよね、はい、そのタイと同じようなところじゃない方がいいってことだもんね。まあそうですけど、例えばじゃあ海が綺麗とか言うじゃないですか、うん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 、でも海に関しては絶対タイの方が綺麗じゃないですか。そうなの？お前ってベトナムも島とかは綺麗だよ。いや僕だってフーコックもコンダオも行きましたけど海の綺麗さで言えばやっぱりタイの方が綺麗なんですよ。コンダオとかでも負けるんだね。全然違いましたそれはちょっともう負けるわ。あのそれはもう海は負けるわじゃん。だって僕が行ったベトナムのコンダオ島ってかなり秘境じゃないですか。いや秘境だよ。もうほとんど人が入ってないからそういうところは海は綺麗って言うんですよって言ってたけど行ってみたらそうでもなかったんですよ。あ、そうなんだねだ僕だって中川さんの相方の井出さんと二人で行って、あ、海ちゃんと入んなかったですからね、あそこまで行って行く的にはじゃあ寒い島の方の海の方が綺麗ってことじゃ。もうもっと綺麗なとこがいっぱいあるじゃないですか。タイは寒い島の海の方が綺麗ですし、まあ、あとはでも、それだったらフーコックの、うんうん、ベトナムの一番の、ビーチリゾートアイランドみたいな高級な、う、ね、うん、フーコックのかなり中心から遠いところにあった海の方が綺麗でしたね、うん、それはかなり綺麗でした。全然あの入るのもう嬉しくなるぐらい綺麗だったんですけど、うん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 、あれが僕が見たベトナムの1位だとすると、タイの一番綺麗だって言われてるようなリペ島とか行ったんですけど、あ、うん、やっぱもう次元が1個違いましたね。あ、そう。もうエメラルドグリーンなんで。めっちゃ大変だからね。そうですね。はい、ベトナムはやっぱ海にゴミ捨てちゃうんですよね。それそれ。それがやっぱ一番でかいんですよ。根本的な。だから、はい。タイとベトナム似てると思ってたけど全然やっぱまだちょっと違いますよね。そのゴミの意識はかなり低いですね、うん、だってバイクで走ってたら横にバイク乗ってるやつがゴミ袋をそのまま川に捨てるんですもん。あ、そう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 、バイクに乗りながら、あの街中にゴミ箱とかあるんですけどやっぱ平気でポーンって投げ捨てますもんね、ペットボトルとか。なんでなんだろう、もうそういう文化なの。まあ多分そうですね。そうですね。なんかこう川とか海とかその雨が流してくれるみたいな感覚はあるかもしれないですね、はいはい、昔じゃんもう発想がやっぱりまだタイよりは遅れてますもんね。いやかなりその辺が、はい、その辺はやっぱ遅れてますね、衛生面みたいな。あ、でもあの金持ちになってくとちょっとずつ健康に気をつけるようになってくじゃないですか、食べ物とかいろんなもの。あ、まあそうね、ベトナムもそう。ベトナムはそういう意味ではそこは早いですよね。健康意識高い。あ、健康意識高いね。肌とかそうだね。デブも少ないし、うん、あの運動してる人とか、そうだね、朝とか、ね、そういう人たちめちゃくちゃ多いですよね、うん、タイはやっぱデブがめちゃくちゃ多いですもんね。最近増えてきたね。ただ田舎と違いますね。やっぱいないね、食生活の問題だよ絶対に。あ、そうか。これはやっぱ未だにほら今この時期だからみんな知り合いのタイ人が田舎帰ってるじゃんみんな。はいはいはい、前日もうみんなやっぱ帰り捕まえて食べたとかで捕まえて食べてるとか、はい、ネズミ捕まえて美味しそうだろ、はい、ネズミだろうみたいなのをみんなやってるから、はい、田舎はやっぱデブがいない。コウモリ食べてるんですか。コウモリ食べてないよこっちはあれ食べてたらやばいな、食べてたらやばい。コウモリは食べ
武漢ウイルスじゃなくて、もしかして遺産ウイルスな感じないですか？いいよ、東北。これ合わせるな、そこ。東北の。やめなさい。とりあえず、タイの一番の魅力って何ですか？もう一言。いや、難しいけども。でも、4、5年いますよね。4、5年いてもまだわかんねえなそんな。タイのいいとこかまあ。やっぱ、いや、結構あるんだよね、やっぱ。もう今となって、はい、最初は正直タイすごい嫌いだったけど、はい、1年目。タイ帰りてえと思って、はい、もう、タイ好きになっちゃってんのよ、私、本当に。そうですね。うちもうまいし、人もマジで優しいしさ、今回のコロナでまた分かったよ、はい、タイの助け合い精神。はい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 。てる人がいたら、だってもう本当に食べれない人にその辺のお姉ちゃんとかがテイクアウトのやつ20個ぐらい買って配ったりしてるんだって、みんな。ほんで本当に誰か困ったらみんなで総出で助けたりしてるからさ、はいはい、もうそういうとこも好きだし、だからなんだろうな、その助けてるとこをあのスクショじゃねえ、写真撮って SNS にアップしてるんじゃないんですか？なんで俺がしなきゃいけないの、それ。いや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 、じゃなくて、その実際自分でやってる人がね。自分でやってる人いっぱいいません。違う、その、ね、自作自演じゃないですよ、なんかめちゃくちゃいっぱいボランティアしてますみたいな、私みたいな写真、あの、第三者が撮ったような写真、SNS に今いっぱい上がってんじゃないですか、タイとかベトナム。いや、でも、ベトナムは見てないけど。まあでもいいんじゃない？でもそれでも、まあそうですよね。まあ、やらないことしてるからって、ね。偽善だとしても、やらない偽善よりやる偽善だから。はいはいはい。でも小泉さん、いい人で言ったらベトナムの今回僕もそのコロナの隔離でベトナム人の良さに再認識させられたというか。あ、はい。だってあの、10日間僕外出れなかったじゃないですか。はいはいはい。で、それであの、なまら北海道って日本食屋さんがデリバリーの弁当を始めたんで、デリバリーお願いしたんですよ。美味しい店。美味しいんですよ。ここめっちゃ美味しいんで、もうぜひベトナム来たら来てください。最高ですよ。そう。で、そこのお店のスタッフと僕電話でやり取りしてて、で、僕の、電話の、あの、チャージが切れたんですよ。はいはいはい。前払いで電話ってチャージしなきゃいけないんで、チャージ料金が切れちゃって、プリペイド、そう、プリペイドだから。で、切れて、で、あー、ちょっと連絡取れなくなっちゃったみたいな、その、LINE みたいな、こっちのザロでやり取りしたんですよね。だから北海道の人。電話できなくなっちゃったみたいに言ったら、そのスタッフが、次お店いつ来れますか？私が、あの、電子マネーで、あの、お金払いますよみたいな。入金しますよ、チャージしますよみたいな。プリペイドしてくれたんですよね。そう、プリペイドし、で、その開けて払いに行けばいいっていう。うん、すごいよな。そんな優しさできます？お金をなんか一回預けるみたいな。その知らない人にですよ、僕と。すごいな。関係性もないのに。これでもう二度と行かなきゃ得ですもんね。ねえ、そうだよね。いや突っ込んでくださいよ。いやでもほんとそうじゃん。そういやなんでそうじゃん。そうだよねって二度と行かない人の意見ですよ今の。いや二度と行かない人になる可能性あるじゃん。いや払うよそらもちろん俺は行ったよ。はい、でもそんなやつがいるわけじゃん、お前みたいな。お前みたいな。俺はやんないですよ。俺そういうことされたらマジで返しに行きますもん。マジで俺そういうことされたらマジで返しに行きますからね。俺イタリアまであのお礼しに行ってる男ですからね。でも本当だからそれやっぱそこね、みんなが困ってる時期なのに、はい、人にね、はい、そうやってこうできるっていいですね。すごい人だなと思ったら。お土産買ってったんですか？お土産。お土産買ってたよ。買ってったんですか？買ってったよ、お菓子ね。それちゃんと写真撮って SNS にアップしました。いやあげるか、寂しいですか。いやみんな今それ流行ってるから、東南アジア自分でいいことする写真撮るぞ。それわざわざだって俺に送ってきましたかね、メッセージで、 うちらはそういうのしたよっつって。それはいいんだって、いいこと。はい、はい、小泉さんやってないんですか？いや俺は猫のボランティアしかやってないからさ今んとこ。今あなんかやこの間も言ってましたね。そうそうだ、あの、ね、猫が今営業できないから、はい、大変だなと思って、その救援物資をご飯かなんか持ってったんですよね。猫に買ってあげて持ってった。へえ。やってるけど、まあ人で困ってる人はまあまあなんかこっちも助けようと思ってるけど、はいはいはい。まあ、いや僕も今やっぱ動物飼いたいなと思うんですよ、猫とか犬。でも僕最終的にはタイに住もうとしてるじゃないですか、移住するの。そうね。だから今買うわけにいかないじゃないですか。そうね。だからこの間次行ったらあの。河原に野良猫いるんですよ。はいはいはい。で、大体みんなスーッとどっか行っちゃうのにずっと僕のことじっと見てたから、
ちょっとこいつ連れて帰ろうかなと思って、はいはい、近づいてったらパーって逃げちゃって、はい、ダメだったんですけど、だからもしも捕まえられたらそのまま家持って帰って、コロナが終わったらまた逃がすかって思ってたんですよ。そういうのをやっちゃいけないっていうあの今流れになってんじゃん。いやいや冗談ですけど、冗談ですけどマジでなんかちょっと可愛かったんですよ。まあ、あとガチだと、はい、猫あったらとりあえずまばたき 2,3 回すれば大丈夫だから。あ、そうなんですか。それこうやってゆっくり目を閉じる、はい、敵意はありませんよって信号だから。へえ。でも河原にいるゴリゴリの野良猫ですよ。いや大丈夫、あいつらもその本能で分かってるから。それは猫同士。そうなんですか。へえ。じゃあ今度やってみよう。でも猫同士が会っちゃって喧嘩になりそうになった時に、はい、お互いに目をパチパチやったら敵意ないよって言われて、はい、大丈夫。ゆっくりやるんですね。ゆっくりゆっくり 2,3 回まばたきをすると敵意ないよっていうことだから。あれか、相手にこう隙を見せるっていうことなんですかね。こう目をつぶってる間に攻撃してもいいよみたいな。なんかあくびとかもそう言いますもんね。あくびとかも仲間のサインみたいな。そう、あくびは、あくびはね、猫じゃなくて犬かな。なんか安心のサインだとか言いますよね。あ、ありませんよってことだから。まあじゃあ今日はちょっとせっかくこんな感じだったんで、今コロナの時期なのにタイとベトナムの悪いこと言ってもなんかしょうがない気がしてきたんで。言ってねえ俺らは。いいことで終わりにしておきましょう。いいこと言ってねえじゃん。いいことで終わりにしておきましょう。違う、海外組合何も言ってねえよそんなこと。いや僕がだ、2人の口から言うと2人は一応その親善大使的なポジションでもあるじゃないですか。いやそうでもねえよ別に。その国を盛り上げていこうみたいなまた人たちでもあるんで言えないとこもあると思うんですけど、僕が思うことは、言ってたな。タイはタイの嫌なところ、100円のもの例えば、それをいくらって聞いたら300円とか言ってくんですよ。あ、ふざけんな、ふざけんなって言って、英語とか、まあ、僕はタイ語も喋るんで だいたい100円ぐらいまで安くなるんですけど、でそこのだからやり取りがたまにめんどくさい時があるんですよ。まあ、でも最初からタイ語でパパって言えば本当に100円にしてくれる時もあるんですけど、たまにめんどくさいやつもいるん で例えばそれを英語でハウマッチって言ってたら本当に300円って言われちゃったりするんで、それがめんどくさいんですよ。まあ、ランクシそうですね。でベトナムの嫌なところはいくらって聞いたら150円ぐらいだったりするんですよ、100円のものが。あ、だからまあ別にいいかなとか思っちゃうんですよね。ただそれでじゃあ例えば300円払ったとしたらお釣りが100円しか返ってこないことがあったりするんですよ。ある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 。だからどっちの国もなんかそのお金 の商売の人たち の騙し方がちょっと違う嫌な感じがあるっていうところですよね。ああ外国あるあるですね。ああそうですね。そう、騙し方が、ね、騙し方が違うっていう。お前一番ベトナムはさ、はい、あれが嫌だって言ってた、空気が嫌だって言ってたじゃん。いやそうですよ、空気が悪いのは一番嫌ですよ。もう空気がもう最悪ってずっと言うんすよ。もうそれ直さなかったらもう俺二度と行きたくないぐらい嫌ですもん。空気ずっと文句言ってたもんね、ツイッターで。その空気は空気やばいですよ。こんなになの一応世界一空気が悪いのがハノイかなんか選ばれて、ホーチミンも3位か4位ぐらいに入ってるんですよ。PM2.5 とか。そうです。だからまあいろいろですね。いやだから僕日本にいて風邪もあんまりひかないし喉も強いんですけど、まあ、ベトナムはもう普段からマスクしてるじゃないですか、年がら年中。あ、そうね、面マスクね。はい。でも僕はマスクがもともと大嫌いなんで、ベトナム行ってマスクしろって言われるとマスクしないんですよ普段。でそうすると1週間後ぐらいに高熱出たりとか、喉が焼けたりとか、鼻水止まんなくなっちゃったりとか、もう多分その PM2.5 のアレルギーみたいのが出ちゃうんですよ。こんなに弱っちゃうんだ。で、だ僕全然平気なんですよ。え、そう、全然平気で。二人とも大丈夫だった？最初から大丈夫だった？いや、井出さんはダメです。井出は多分ダメですね。マスク結構してますね。っていうか、普通の人はベトナム人でもマスクしてるんですよ。だから、僕はあんましないんですよ。中川さんだけ異常に強いんです。だから僕が空気悪いことをすごい言ったんですよ。ベトナムはそれ直さなきゃダメだみたいな話を中川さんにして、中川さん今奥さんと子供は日本に帰ってますけど、奥さんと子供いるのに別に俺は空気はどうでもいいって言い出して
俺が大丈夫だからとか言って、いやいや子供と奥さんいるじゃないですかっつって、めちゃめちゃ気なし強いんじゃん、どうしたら俺喉強いんですよ、喉強いから、だから歌もうめえんだ、高音が出るんですよね、喉強い。いやもうレベルが違いますよ。だって日本人で 2,3 日の旅行の人でも喉おかしくなっちゃって熱出たりするんですから、ベトナム4年住んでるけど全然じゃ1回もないんだ、その喉痛いとか。そうですね、僕はないっすね、喉痛くなった。マジでそれ多分、ね、1割いるかいないかだと思いますよ、日本人で。マジで。バイク乗るなら、へー、で売宅乗りますよ ね、普段。普段売宅だよ、俺は。移動は。俺も売宅ですから、うん。車乗ってるとかならまた違うかもしれないですけど。そうね。もう、空気の。まあでも、中川さんが今住んでるところが、渋滞はそんなにしないとこですもんね。バカでかい道路のとこだから。そうね。確かに。それももしかしたらいいかもしれないですけど、うん、ベトナムの真ん中の方とか中心の方とか行くともう、道が狭い中に。あそこはね。うん、バイクがもう何百台走ってるんで、でも信号とかだったらもう周り中全部バイクに囲まれて排気ガス黙々じゃないですか。それだとやっぱ喉やられちゃいますよね。確かにな。タイもでもちょっと来てるんですよね、確か。いや、あのね、コロナの前は PM2.5 がとんでもない。ありましたよね。あ、そうなんですね。学校が全部外でその遊んじゃいけませんっていう通達出たぐらい、でもうコロナの前からマスクこっちでもしてた、大臣の人って結構みんな。だからマスク売り切れてましたよね、 PM2.5 の頃から。今全く売ってないよ、台湾だから完全に。いや、ベトナムもマスク売ってないですもんね。そうね、もうめっちゃ探せばあるのかなぐらいかな。はいはいはい、今だから日本に入ってくるマスクがもともと多分何円とか、1個何円とか10円とかで買えたのに、もう今原価で5、60円ぐらいまで上がっちゃってるらしいですね。だからそれを70円で売るのはいいらしいんですよ。なんか70円以上にすると、それはもうなんか今の日本のやつで違法になっちゃうみたいな。なんかマスクの原価よりちょっと20円プラスはいい。そうですね。だから今だけど原価は、原価というか、 なんかマスクの転売禁止になったじゃないですか、日本。あーみたいね。だからなんか聞いた話だと50円で買ったものを100円とかで売っちゃうともうダメだみたいな。だから50円を70円で売るみたいなことなんか業者の人が言ってましたね。で中国から届けるんだって、何個届くか分かんないみたいなこと言ってました。でもその中国産のマスクも変な動画出回ってたから怖いよね。いやー、そうですね、なんか雑に扱ってたりとかしましたもんね。工場で生産した後にその係員のやつが足で思いっきりマスクつけてさ、こうやってなんかみたいな動画見ちゃったからさ、ちょっと。あとなんか地面とかに置いてるのもありましたよね。小泉さんもちょっと見た目的にはそういうやっぱ仕事してくださいよ。なんでしなきゃいけないんだ、見た目直さなきゃいけないんだ俺。いやいや、見た目的にマスクとか転売してそうじゃないですか。いや俺マスク自分で作ったもんだって。すごい。そうですね、その服のやつつけてましたもんね。すご知ってます、このシャツ、今着てたシャツ。いや、わかんない。あ、本当だ、このシャツ。これ全部な、これよく見たら全部小泉さんなんですよ。これよ、全部小泉さんの写真でできてるんですよ。ほら、すげえ。あ、ごめん、究極のナルシストなんですよ。いや、違う違う、作ってくれたの、知り合いの人が。いや、いいっすね、これ。だからこれでマスクないって困ってる人に、はいはい、なんかつけれてないですよ、うまく。あのね、顔がでかすぎて俺はまんねえんだよ、これ本人が。作ってくれた人の会社に文句言ってるんですか。いや、言ってないよ、別にそんなこと。なんで安倍さんみたいななんかつけ方してるんですか。ちょっと上みたいな。なんで小泉さん用に作ってもらってるのにサイズ合わないんですか。なんでわかんないんだよね、だけど。だ、文句言ってください、その会社に。なんで文句基本言わせようとすんだよ、お前。いいだろ。俺これだ、待ってる人あげてんの全部。いいっすね。やはり僕の写真入っちゃってますけどねっていう。自分はつけれないのに、自分はつけれないのに。つけねえんだから、これだ、本当に。まあ、ということで、長々とお二人、ありがとうございました。はい。このコロナが終わりましたら、また、タイとベトナム遊び行きますんで。そうだね。しばらく日本人来れないやろね。
いや、これ1年ぐらいありえますね。あ、じゃあまあね、いつかこの3人で、はい、ネット回線じゃなくて実際会って、はい、トークできる日を夢見て頑張っていきましょう。そうですね、タイのなんかとこでやりましょう。タイで、タイでやんだ。わかりました。タイのなんかそういう場所でやりましょう。やりましょう、そういう場所で、屋台とかで。ということで、お二人ありがとうございました。はい、それでは皆さん高評価クリック、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日お会いしましょう。さよなら。